ホーリーです。ホーリーです。いつもありがとうございます。ありがとうございます。どうも寒い中、はい。今回は教えて清水コーチということで、質問募集させていただきましたので、ほんまや。はい。うわ。いろいろと聞いていきたいと思いますが、はい、お願いします。よろしいでしょうか。はい。言えるとこと言われんとこあるかもわからんけど、はい、はい。その辺はちょっとご配慮いただきながら、はい。はい、ね、はい、大輔、はい。せやろ。お前らも答えよ、なんか違うたら、はい、俺はちゃうでしょ、言うやつもあれば入れるところがありましたら、ぜひ、はい、小林キャプテン、はい、いつものようによろしくお願いします、はい、いつもの感じでね、はい、これが BL や。一つ目、行かせていただきますね、はい、はい、第64回選抜高校野球の初戦、うん、対四日市工業、うん、久しぶりに甲子園に戻ってきた PL 学園の選手はその時どんな心境だったのでしょうか、うん、清水さんはコーチとして解説してました、自分は四日市工業の選手でしたが補欠でアルプスにいました、うん、BL の選手も初めは緊張しているように見えたのですが、うん、というご質問いただいておりますが、うん、どういう心境やったかという、はい、いやあれはやっぱり、うん、5年ぶりかな、鷲北さんがキャプテンで、そうそうそう、前回春夏連覇、はい、立浪片岡監督の話させてもらった時の優勝以来の甲子園やったと思うんやけど、はい、確か。ほんで俺が結局コーチになって3年目の時かな、はい、鷲北がキャプテンで、今佐久長聖の藤原が寮生長、はい、ほんで副キャプテンが新島かな、ほんでまあ店手伝いながらのコーチやったからさ、もううちの親父にもう3年で甲子園に行かれへんようやったらもうやめて帰ってこいよってよう言われとったから、はい、選抜決める秋の大会あるやんか、はいはい、その時にもう俺はもう今回この秋の大会最後に辞めさせてもらいますと伝えてたわけよ、はいはい、うん、まだその時正職員じゃないしな俺も、はい、PL のアルバイトやったから、はい、感覚、はい、アルバイトのような感じでやらせてもらってたからさ、はい、ほんでその大会が始まって、はい、大阪大会ベスト4で上宮に負けたんかな、うん、せやけど3位になって、はい、あの近畿大会、近畿大会で、うん、行かせてもらって、はい、ほんでまあ3位やから一つじゃ、なかなか選抜には選ばれへんということで、はい、ベスト8まであの2つ勝って、はい、で、まあまあいい試合をしたっていうことで、はい、次の年にその選抜っていうのが選ばれた学年で、はい、で、その選ばれたことで、結局この学年の秋の、まあ、最後っていう割やってんけど、正式に、PL 学園の学校職員として残ってくれるかっていう話をいただいて、はいはい、その後お前らのな、はい、長いことをやらせてもらえるようになった学年なんよ。せやが俺勝って、あのまだ覚えてんのが、あの王子山球場で勝って2つ勝った時にバスのとこメンバーバスに乗ってくるやん帰りしな、はい、その時に1人ずつ握手したもん。ないやろそういうの。まあ、たぶんありがとうありがとうってよかったとかいうことってめったにないやん。でようやったようやったよって言うて、ほんで俺も22期の松下さんかな見に来られてってわざわざ来てくれて、はい、高橋よかったな言うて、ようやったなよかったな言うて、はい、言うてくれたんは未だに忘れんわ、よかった言うて、はい、四日市工業祭の時はあの、だから解説ですよね。そうそうそう、ほんでそれまでは水本さんっていう方がされててんけど、はい、その OB 会長やったな、はい、そやけどまあそういういろんないきさつもあったからかもわからんけど、久しぶりっていうこともあって、まあ PL 学園もスカッとそういう、まあ、ゲスト解説っていうのを変えようっていうことで、あれ中村監督言うてくれたんかな、誰が言うてくれたんかな、高橋お前やったらどうや言われて言うてもらって、俺から僕やりますとは言われへんや、はい、でもそうやって言うてもらってそういう解説させてもらったの初めて、だから俺も緊張してるから、俺が緊張、清水さんも初解説、そう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 、ほやからやな、こっからですね、人物、そう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 、ほんで初戦の相手決まって、なああれ泣いたらなったんやけど、ようん、遅い試合やったから、はい、最後の試合やったと思うんやけど、そりゃ俺も緊張してるし、せやけど初めてのゲスト解説で負けたらかっこ悪いし、せやから選手にも俺だいぶ言うたよお前ら負けたら分かってんなって、俺シートノック終わり甲子園のな、多分だから遅れてきたと思うわ、あれノック終わってからやから、ほんで
最後に声かける時も、お前俺ゲスト解説だから負けるなよ、絶対負けたろ承知せんぞとか、はい、みたいなこと言うたと思う、はい、だからさっきのコメントじゃないけど、はい、緊張したように思いますいうのも、そういうのもちょっと選手らは、はい、なんか後から聞いたらみんな今日は負けられへんみたいなことは清水さんが見てるからとか言うてたんは言うてたとか、子供同士でな、まあ多分俺にそうやって言うたら喜ぶ思てんのかどうか中道ぐらいが、うん、そういう感じだった。だからごっつ緊張してたと思う。あお互いな、私もそうですし清水さんにとっても緊張がありました。そうお前四日市の子もごっつい良かったし、はいはい、うん、点差別として分かる、点差はどうやったんか忘れたけど、確かよあのだいぶちょっと点取ったんかも分からんけど、はい、それはもうお互い緊張感の中でやってたと思う。なるほど、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、これが BL や。質問です。木更木舞さんからですね。ありがとうございます。男の子、どうなんじゃね、小林キャプテンのビデオ事件のことですえ、なんて、小林キャプテンのビデオ事件のことです、うん、小林キャプテンの事件は発見した先生からどのような報告を受けましたか。いつもより長いノックなどについてのお話が聞いてみたいですっていうのがありまして、俺それは覚えてない。おー、俺それ俺が聞いたの。僕があのエロビでバレた事件、なんかこの前 YouTube でも言うてたけど、はい、それ俺じゃないやろ、見たんが、見たって、その寮の先生が、誰寮の先生って、本田先生。おーおーおー、あの先生、ようそういうことはみんなに言うからな。個人的になんか困ったら俺に言うてきてたからな、その先生は。で、俺にどないせえっていう話。俺は実際見てないし、実際俺の人間的に、実際自分が見て感じやんと言われへんタイプなんよ、俺は。はいはい、人から聞いて、人聞きでそのこう言うっていうのはあんまり俺できひんタイプやったから、はい、もう言うてもらうと、それやったら自分で処理っていうか判断してやってほしいのになって思うことでも、こう耳に入れてもらったら俺はすごい困ってたはずやね。だから何も言うてないやろ、大輔にも。それ聞いて 言うてないですね。いやいや、そのアホか、あ、全然それは全然全くないですと思うわ。もう入ってきた瞬間にこうニヤニヤされて、うわもう伝わってるわみたいな。そうそう、そうやと思うわ。別にそんな悪いことでもないし、はいはい、そのただ夜寝、ね、やんと、はい、なあ、はい、睡眠大事やぞっていう感じやんか、はい、多分、はい、言うとしたら、はい、うん、そんなぐらいな感じちゃうかな、はい、みんな、うん、ただあの最後のキャッチャーフライがいつもより高く上がっていましたっていう、うん、それはもうおもろいからか、ね、はい、うん、それは大輔だけじゃないよ、あの45期のやつもそういうのがあって、それは俺が直接あれしたから、誰が見たんやみたいな、そういうあれでしたから、はい、あ、はい、うん、それはもう原子量が揺れてたよ各、うん、で聞いても各でも覚えてるわ、いまだに、うん、その時の寮生長が上山っていう子で、はい、ピッチャーです。ピッチャーの背の190ぐらいある子が来て、俺が喋ってたらもう顔真っ青になって俺が問い詰めてるから、誰や誰やいうことで、もう大きい子がもう1メーターぐらいになるぐらい沈んでたとで、キャブでの学で呼んでわいいうことで、まあまあその後はまあまあ、はい、うん、はい、揺れたと、うん、そういうのはあった。それは俺が直接ビデオ、はい、まあビデオ、まあ、言うでもだけど、まあそういうことで、あれで、はいはい、それもその応接じゃなしに何か違うかったんかな、なんかそんなんやったと思うわ。 それはまあそういうのあったよ。それから大輔の時はそれは俺はその高く上げたんはまあ面白半分じゃないけど、はい、そういうのにやったんじゃないかな、面白がっておられるように、うん、そうそう、はい、見ました、うん、まあ、大輔がっていうような、いつも好感度上げようってしてそういう時もあるんやなっていう感じちゃうかな、はいはい、うん、そんな感じです。はい、はい、これが BL や。じゃあ次の質問いかせていただきます。セブンスターズさんから、清水さんが今現在の高校野球をご覧になられて、ご指導に当たられてた時代と比べ良くなった点、逆にここは昔の方が良かったというような思いを抱かれておられるということがもしございましたら、ぜひともお聞きしてみたい所存でございます。あ、なるほど、はい、まあそれはもう俺の個人的な意見で
やねんけど、はい、やになるんやろうけどな、はい、それは俺に質問してくれてるわけやから、はい、俺の意見やねんけど、はい、なんて何やったっけ、よかったってよかったってんな、はい、そんなに言うてくれやんなかっよくなったよくなったってな、よくなった点はほんま、はい、やっぱり技術が上がってきたんじゃないかなっていうのはある、はい、意味も悪い意味も込めて技術を、はい、が上がってきてるやろうなって、まあ力的にも、はいはい、やっぱり体はごつなってるよね、はい、昔より間違いないですね、はい、そのまあ大輔らも中学校指導してるから、まあ俺も中学生指導したりしてることもあるから、はい、やっぱり体がやっぱりね、体がもう全然すごい違うなっていうのはある、はい、ただ体の割には筋力がないっていうのは感じる、はい、うん、だから振る力とか投げる力とか速いボールとかこうやって 手先が器用やっていうのは昔よりあるかもわからんけど、はいはい、でも中身の芯がやっぱり昔よりは弱いかなっていうのは感じる、はい、うん、それはやっぱりあるな、それは何か言ったら筋とかそういう背筋、まあ、やらしたりもするんやけど、はい、全くできひんもんね今の子、はい、ね、はい、なんかまあ別にいらんのかもわからんねんけど、はい、今的にはそんなん古いとかこうやとか言われたらそれまでやねんけど、でもやっぱりどこの、まあ、中学生にしても今度高校に上がる子、高校生でも多分冬の練習とか、まあ冬じゃなくてもやってると思うねんな、うん、やったりすることもあると思うねんけど、はい、でも10回夫婦言うてやる子がもうおるし、はい、大丈夫かなって、もう体は大きなっていくんやろうけど、はい、そういう筋力っていう部分で、はい、すごい弱いなっていうのは感じる時はあるな、だから良くなったっていうかあれなったっていうのはその体が大きくなってその力はついたと思う、大きさは大きいんですね、うん、ついたと思うんやけど、はいはい、昔と比べてちょっと衰えてるないうのはそういうとこやな、だから細いのに飛ばすとかじゃなしに今はもう体だけで飛ばす、はい、体が小さいから飛ばないっていうのがすごい、で周りも小さいからやな大きいからやなっていう判断をしてしまう部分ってすごい今はあるんじゃないかなって、はいはいはい、昔はちっちゃかっても細かってもなんか小力があったりさ、はいはい、あったと思うんやけど、はい、それは感じるね、あ、うん、昔の方が逆にこう良かったなって思われる点はありますか、でも今とちょっとお話つながってくるかなと思ったりしますけど、昔の方が良かったって、はい、それは技術的なことじゃなしにいろんな意味で、そうですね、あ、やっぱり粘り強かったし際が強かったかな、球際が、まあ今の子供もそんなことないんやろうけど、昔の人、子供の方が諦めへん気持ちが強かったんじゃないかなっていうなのは思う、はい、あ、うん、同じヒットでも同じアウトでも、はい、その最後の最後までっていうのが昔の子の方があったかなっていうふうには思うな、今の子はやっぱ綺麗にすごい、はい、プレーをするからうまく見えたりすごいあれはするんやけど、はい、最後の最後っていう部分で、はいはい、昔の人の方がそういうのはあったかなっていうのはあるけど、そこは昔の方がすごいんじゃないかな、はい、ええと思う、はい、うん、これがビエルや、続いて船戸茂さんとお読みさせてもらったらいいのかなと思いますが、うんうん、第80回全国高校野球記念大会3回戦ピエル学園対佐賀学園戦で古畑選手がホームランを打ってホームにした際、ガッツポーズ、バックネット裏スタンドに向かってガッツポーズされてましたが、あれは清水さんに向けてやっていたのですか、どんな意味があったのか教えていただきたいです、正解やね、はい、それ正解、うん、そうそう、俺にガッツポーズしてくれ、はい、あ、教え子が俺のスタンドにおるのにガッツポーズしたんが14年やったけど古畑だけちゃう、お前らなんやろ、ガッツポーズ打って俺に、そんなしたらもう手がどこ行くか分からへんわなそれのいきさつっていうのは、はい、その前に2回戦かなんかで磨きがホームラン打ったんかな、バックスクリーンかどっかでホームラン甲子園で打ったと思うんだけど、はい、その2回戦から3回戦にする間が2日間か 何日間かあって、で PL のグラウンドで練習するやんか、甲子園期間中でも、はい、大輔とかホリナの時にはまあ考えられへんかったかもわからんけど、俺に案外生徒から
質問じゃないけど、はい、ようしてきてたんよ、はい、ようしてかいうかそういうふうに言って、ほんで古畑が「清水さん僕ホームラン打ちたいんです」と、はい、甲子園でぜひホームラン一本打ちたいですっていうので、俺初めてやな、まあホームラン打ちたい言われて、はい、まあ打ちゃえん打ってお前そんなもんって思いながら、そやなそんな言われへんし、はい、生徒に今やからこうやって言うけど、はい、でお前らも知ってる岡部さんっていう、はい、大先輩の方がちょうど当時ロッテのスカウトされてて、はい、当然プロのスカウトなんかやからグラウンドには入ってこられへんから、はい、スタンドから見られてるから、はい、手前の方でバッティングさせてみいうことで、はい、ほんで古畑がバッティングしててちょうどあの軸足のあいつ右バッターやけど、はい、軸足のその膝のラインをあの注意してくれたわけ岡部さんが、はい、でこうやってやらせ何かは企業秘密やけどな、はい、あのこうやってやらせ言われてそれを古畑に伝えて、はい、でこうやってやれ言うたらばその後は打たしたらなんかすごいまたちょっと違うようになってきたわけよ、はい、子供ってそういうとこあるやん、はい、ちょっとしたことで、はい、ほんならどや言うたらすごくいいよあのボールがよく見えるようになりましたとかさ、はい、なんか古畑が言うてるわけよ、それでいけ、はいはいって言うて練習してのこの試合やったわけ。ほんで自分でカパーンで多分無我夢中でな低めの球やは、はい、弾丸ライナーで掘り込んだと思うんやけど、はい、そういうのがあっての一周やったから多分、ほんで俺もスタンドでガーってガッツポーズしてるから、はい、例のごとく、はい、たまにガーってお前の時はなかったよ。うわーってやってたから俺にバーンってやったから、はい、ほんで俺もよっしゃーって言うてガッツポーズして、だからその後なんか誰にされたんですかとかよう岩田も聞かれたりしてたと思うんやけど、はいはいはい、俺になそういう戦いきさつよ、なるほど、うん、そういうのがあったわけ流れ的には、はいはい、だからしてくれたんやと思う。あ、うん、まあ勝ち取ったっていうかな、はい、ホームランが全てじゃないけど、はいはいはい、な、はい、そこまでのプロセスがありますね。そうそうそう、そういうこと、はい、そういうこと、はい、うん、そうです。その意味を教えていただきまして、はい、ありがとうございます。これがビエルや。川崎泰造さん、はい、はい、子供を叱り出すと感情が勝ってしまって歯止めが効かなくなってしまいます。清水さん、指導と叱る時に気をつけていることは何でしたでしょうか。怪我せんことかな。はい、じゃあ次行きましょう。はい、続いていきます。佐藤光弘さん、長野の佐久長聖の藤原監督はどのような PL 学園の監督さんでしたでしょうか。最近お会いされたことありますかと言われてます、うん、藤原監督とはあの電話でまあ会うことはちょっとね今こういうあれやからなかなか難しいんやけど、でも年に1回は挨拶に寄ってくれるし、してるんやけど、で何やったっけ、藤原監督はどのような PL 学園の監督さんでしたかです。なので PL 学園時代の監督としてはどんな感じ。やっぱり厳しか、厳しいというかまた違った意味の厳しさもあり優しさもあり、まあそういう外見から的にもその何ていうの、優しさっていうのは分かるようなところもあるやろうし、はい、で俺の姿も見てきてるし、その中村監督の姿も見てきてるし、この先生の姿も見てきてるっていう中での監督っていうのであったから、ええところ悪いところっていうのも見てきたと思うから、はい、やっぱりいいところを自分で取り入れていこうっていうのもあったような監督やったわな。そやから頭が良かったから、はい、まあ、別にアホやからあかんとかじゃないんやけど、そういう意味では暗記力も良かったし、まあ、よう言うたことも覚えてるし、はい、だから道間違えへんねん、あいつ。ほう。あいつカーナビみたいになっちゃって、お前ナビいらんなんて、はいって言ってたわ。ほんでどっち行きましょうとか俺に聞くから、いや好きなように行ったらええねん、いやこっちはこうでこっちはこうで。だいぶ監督になる前にサラリーマン1年だけやってるから、その時営業で出てたっていうのもあって、はい、もう時間もたっぷりあるんやろな、はい、今思ったらあいつサボってたんやろな多分。でいろんな道をこうでああでて言ってたからすごい道してた。それぐらい暗記
その道だけじゃなしに今まあ俺的にはうまいこと言うてるつもりやねんけど、はい、道だけじゃなしに全てのことにおいて覚えてる。あこれはやっぱ頭すごいいいと思うよ、はい、だから藤原監督っていうのはそういう意味ではすごい。まあ今もそうやろうけど子供も行さんね佐久長聖にも行く人気のある、はい、まあ俺はそれはちょっとやらせじゃないかなとは思うんやけど、うん、まあ藤原っていう人間はそういう風な人間、はい、もん持ってるからみんなお願いしたい責任感も強いしね、はいうんはい、だから PL 学園の時からそういうのは持ってたな。あ、うん、まあとにかく責任感強いわ、はい、人を大事にする、はいうん、それが全てじゃない、はいうん、これぐらいであげといたらいいやろ。はい、これが BL や。たくさんいただいておりますが、うん、最後に、うん質問を一つ、うん、塩さん。男塩さんですね、うん、どうでしょう、うん、はい、清水さんの中で野球と自分は何ですか、うん、結構深い質問ですね、うん、野球と自分は何ですか、はい、人生じゃない、はい、全てやな、はいうん、野球とは自分とはやろ、はいうん、全てやな、はい何言わろう今まだどうちゃう今いや深いありやからなやばい野球がその自分なりの作っていたもらった部分もあるし、はい、野球のなあれをやっぱりすごく大事にしながら今も やらせてもらってるつもりやし、はいはい、自分としては野球っていうのはやっぱ全てやな、はい、人生、はいうんはい、男の一生でいう村田秀夫の歌あるけど野球の一生やわなになれたらなとは思うわな。まあこの辺でオチ的にはどうでしょうか。またはい、それではまたね募集させていただきますので、うん、教えて清水コーチの企画こんなもんでいいのかな質問もうちょっとねちゃんとした方がええのかまだなんかコメントがあればね、はいうんはい、そんな意味で質問したんじゃないよっていうお叱りの言葉があるかもわからんけど、はい、でもまあまあこういう感じのも入れながらね、はい、今後もまた、うん、もっとこうよろしくお願いします、うん、深い部分でね、はいうん、ついていただいたら、はいはい、お願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。